今久留米大学病院の CT 検査が終わって、帰ってる途中です。わしかずがんになりまして、この間入院して、おりました。やっぱり20日間もね入院しておくと精神おかしくなりますね。で今回ちょっと動画撮ってるんですけど、とあるプロジェクト、とあるプロジェクトからお声をかけていただきまして、音源の制作を行う運びとなりました。なのでね、これから音源制作過程を、ドキュメンタリーとして動画にメモリーとして、思い出として残しておこうかなと思って、撮っています。病気になるとね、いろんなことが当たり前がすごく愛しくなるし、音楽制作というか歌詞の作り方とかにも少し影響が出ていい作品ができるんじゃないかなと思ってます。本当ね、病気で悩まれてる方とかもたくさんおられると思うので、ちょっと気分を害される方ももしかしたら中にはおられるかもしれないんですが、それでも一生懸命今回のプロジェクトに向き合っていい曲作っていきたいと思います。頑張ります。おはようございます。今日は11月17日、サッカーでいくとワールドカップの日本戦の本戦の最終試合、最終の練習試合というか強化試合がありますね。どうでもいいんですけど、今屋根中央大茶園の展望台に来てます。なんか撮影してます。テレビクルーかなんか撮影してます。ちょっと私もここの景色をね見て歌詞のイメージなんか作ろうかなと思って、紅葉も含めて来てみました。やっぱね景色いいんでね、ぜひ皆さんにも屋根中央大茶園の景色をいつかね味わっていただきたい、来たことがない人はぜひ味わっていただきたいなと思っています。すごい景色いいけど、なんか撮影の人がいて行きづらい、すごい行きづらい。こんな世の中じゃ行きづらいな。なんかずっと撮影してるんで行きづらいから、ちょっと離れたところの景色だけでもお見せします。すいません、本当は全部見せたかったんですけど、大丈夫、現地に来てくださいね。こんな感じで景色になります。ちょっと待って、
い空の彼方には花火が綺麗な小さな手震えて闇の中そう手術したばっかりで喉が完全じゃないんで歌えてません。でも正月の空気を吸いながら歌詞とか曲のイメージをしっかりと作っていっています。明日は東京に向かっててっちゃんとスタジオ入って練習してきます。曲の編曲のイメージつけてきます。平井さんとも会います。またアップします。てっちゃんのところに向かってます。そこやる。まだ食べてない。まだ食べてない。じゃあそれもキュウリ。キュウリ明太子の別キュウリ。すげえよ。いいですね。インスタにあります。あ、もう飲むんかい。
乾杯乾杯乾杯Vlog やっけ。これがアシスト付き自転車。そうそう、めっちゃのあれやね。真面目の前一丁何ラーメン簡単なんだよ。大丈夫大丈夫、いけると思う。ありがとう。そんな辛とかじゃない聞いただけでそれが何の音か分かると、まあ大体すごいね。それもギターコードだからね。はい、ギターコードThank you.
浮かぶ雲にあなたを重ねてしまった。今日はギターとボーカルのレコーディングの日です。今太宰府にある音楽堂ブラムさんに撮りに行ってます。先日ドラムのてっちゃんが2月、平井さんが3月末にレコーディングを撮り終えましたので、4月9日本日ブラムにて後期ボーカルのレコーディングをしててっちゃんの方に移動していきたいと思ってます。頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、言います。はい、
これました。一発ファーストテイクですね、これ。よかったです。ありがとうございます。湿り風すり抜け今年もあなたの誰かの見上げてた空に悲鳴が響いて見上げてた空に悲鳴が響いて大丈夫よ。もう一回いきます。見上げてた空に悲鳴が響いて。カレン、ニュー CD、ニュー音源、絶賛レコーディング中。イエイイエイ。今日はドラム撮りです。というか、撮りました。撮り終わりました。あれです。撮ってるところを録画しようと思ったんですけど、今回ね、あれなんですよ。セルフレコーディングつってなんかもうそんな暇なくて撮ってる最中のやつは録画できなかったんですけど、まあこんな感じでね、ドラムの周りにマイクを自分で立ててパソコン持ってきてなんだかんだして音を取るという、まあ、カレンのね、カレンがバリバリ動いてる時はで平井さんとかがやってくれていたことを自分でやってみてます。もうね、機械に強くないからね、いろいろあって大変でもいいのを取れたと思います。いい音源聞いてほしいんで頑張りますね。映るかな。バイバイ。あとはというかまだまだ続く作業、ベースが入ってわしかずコーピーの声が入ってギターやら何やら入れてもらってミックスして終わりです。ではまた。
夏の夜空浮かぶ星に